伊藤姉さんです。よろしくお願いします。お願いします。本日はララポートと公式アカウントからインスタントライブ同時配信をしております。コメントはミーツショップ配信でチェックしますので、ミーツショップの方にコメントをお願いします。お願いします。お願いいたします。さて本日は初めての遊び場をプレイリーダーがご紹介と題しまして、おすすめの遊びや遊具をご紹介していきます。それでは今日のライブ配信を進行する2人の紹介です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ポーネルンの遊びの世界ララポート東京ベイ店、ユージお兄さんです。お願いいたします。そしてはるかお姉さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は制服姿ですが、それぞれとっても素敵ですね。見てみてください。かっこいいですね。ユージお兄さんです。プレリーダーです。すごいね。みんな見えますか。プレリーダーです。はい、青山シャツのユージお兄さんは普段遊び場の方でプレイリーダーとして活躍しています。でお隣、エプロン姿のはるかお姉さんは併設するショップでたくさんの商品をご紹介しています。はい、くるくると回りますね。こんな感じです。はい、お願いします。そんな2人が今日はどんな話をしてくれるかお楽しみに。はい、それでは始めてまいります。本日のライブ配信は動画を見ながら気になった商品をそのまま購入できるライブ配信となっています。ライブ配信中、もっと近くで見たい、詳しく教えてなどご要望やご質問があれば、リアルタイムでできる限り答えていきます。コメントは画面下から簡単にいきます。こちらです。ねえ、やってくださいね。ぜひぜひコメントお待ちしてます。簡単な配信となっていますので、お気軽にコメントしてくださいね。アイテムがいいなと思ったら画面右下のハートボタンをぜひクリックしてください。ぜひぜひお願いします。お願いします。してください。ハートがたくさん飛んできました。このようにライブ配信、ありがとうございます。皆さんとどんどんコミュニケーションを取っていきたいと思います。ではちょっとコメントも練習していきましょうか。では皆さん、キロキロに遊びに来たこと、釣り場にありますかね。ありますか。ある人、ある人いるかな。教えて。いるかな。いるかな。ある人、ある人。はい、はい、コメント来ました。この前行きました。はい、ありがとうございます。もちろん初めての方もいらっしゃると思うので、今日はいっぱい説明していきたいと思ってます。楽しみにしてください。ありがとう、コメントありがとうございます。よろしくお願いします。では早速、キドキドについてお話聞いてみたいと思うんですが、じゃあ、ゆうじお兄さん、準備は大丈夫ですか？はい、かしこまりました。はい、ボーネルンドですね。ボーネルンドは、子供に関する遊び開発と世界の遊具の販売、遊び場の運営3つ行っている会社でございます。で、今日皆さんに紹介するキドキドは、その中でもたくさんの遊び道具があるので、いろんな遊び道具使って遊んでもらえる、遊び場となってます。もちろん室内遊び場なので、天候も関係なくお遊びすることができます。遊んでもらった商品が隣にショップがあるので、すぐ購入することもできるのも特徴となっております。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな来てね。ぜひお越しいただけたらと思います。はい、遊びの世界には3つのエリアがあるんですよね。はい、そうです。そしたら実際に皆さんで一緒に回っていきたいと思うので、お兄さんが先導して案内していきたいと思います。レッツゴー。行きますよ。ついてきてね。はい、はじめはこちらですね。あれかな。はい、実は、ボーネルの遊びの世界、赤ちゃんエリアも完備してます。こちらが赤ちゃんエリア、ベビーガーデンと言われているところですね。ますかね。はい、6ヶ月から1歳半までお遊びができる、ゾーンとなってまして、大きいお兄ちゃんとかお姉ちゃんは入れなくなってます。なので初めての、ご家族で遊ぶ時も安心してお遊びすることができるので、実際にじゃあ皆さんで中入っていきたいと思います。何があるかな。こちらに行きたいと思います。本日は足元気をつけてくださいね。ありますかね。気をつけてね。はい、じゃあちょっと見てください。どうですかね、見えますか。はい、いろんな遊具ですね、設置しております。それこそルーピングだったり、ね、お庭をイメージして作られているので、こういったアヒルさんだったり、イラストも大きく描かれているのが特徴です。かわいい。
で赤ちゃんが手伸ばして遊ぶこともできますし、お父さんお母さんもゆったりお遊びができるエリアとなっております。どうですかね。はい、こちらにはこういった扉絵があって、ちょっとこういったので遊ぶこともできます。そうです、猫ちゃんで、ね、開くとワンちゃんが出てきたり、下は、ひよこさんからニワトリさんが出てきたりと、壁にも遊びのきっかけ作りを作っております。ちょっとこういった五感刺激しますよね。はい、こういったアクリル板とか、まあ、こういった布の遊具もあるので、ちょっと触れながらこういったモーニングで倒してもらったですね。一本しかない、あー、倒れなかった。で、安心してね、初めての赤ちゃんも遊ぶことができるので、はい、お父さんお母さんもぜひ、お越しいただけたらと思っております。そしたら、はるかお姉さんに遊具のご説明をしていきたいと思います。はるかお姉さん、お願いします。はい、皆さん見えますか。こちらアンビトイベビーゲートリストです。こちらですね、今日はこちらに入っているこちらのですね、ロックブロックというのを紹介したいと思います。こちらがですね、1歳ぐらいからが対象となっております。こうやって鍵を握っと入れるとパカッと開きます。中から何が出てくるかな。あ、四角が出てきました。これをここにポン入れると、あ、青い四角だっていうのが分かります。そうすると色覚えや形覚えができるようになっております。さて、このロックブロックですが、友情兄さん、キドキドだとどういった使い方が多いですか。はい、見ていただいた通り、いろんな遊具があるので、こういった例えば音が鳴る遊具をこの中にちょうど入るんです。入って中に入れて遊ぶこともできるので、まあ、この商品だけじゃなくていろんな遊び道具と組み合わせて遊ぶことができるのがまた特徴となってます。ねえ、シャカシャカ落としてますね。聞こえるかな。新しい遊び方もできたりして、ねえ、ありがとうございます。じゃあ何かご質問とかありますか。コメントとかありますか。ありますかね。はい、来てます。みっちゃんさん、かわいい子供たち連れて行きます。ありがとうございます。本当に専用スペースなので、こういった、ね、ハイハイの練習とかもすることができるので、ね、本当にちょっとまだ砂遊び場行ったことないっていう、ね、赤ちゃんのお父さんお母さんもぜひお越しいただけたら、ゆったり安心して遊ぶことができますね。はい、いいですよね。はい、じゃあそしたら次のエリアをご紹介していきたいと思います。またこちらに行っていただけたらと思います。楽しそうな、はい、先ほどはお庭をイメージしたベビーガーデンでしたが、一転今度はディスカバリーターンと言われるエリアですね、ご紹介していきたいと思います。ここ遊びだったりですね、ワークショップ組み立て遊びすることができるので、子供たちですね、頭を使って遊ぶことができます。たくさんの遊具もこちらも揃えているので、飽きずに1日遊ぶこともできますよ。はい、そしたらこちらの大きなマーケットがあるので、ちょっとこちらをご紹介していきたいと思います。何があるかな、こちらですよ。はい、実はマーケットがあって、こんなたくさん、ね、食べ物があります。なので子供たちがどれを買おうかなとか、どれを使って料理しようかなって遊ぶこともできるので、子供たちと譲り合いながらですね、選ぶこともできます。何があるかな、ね、お野菜があったり、お魚があったり、果物もありますね。リンゴもありますよ。はい、実際に買った食べ物が実際こっちのエリアで、はい、こっちに食器棚があるので、ここで実際に料理を作ってもらって、お父さんお母さんの真似っこしながらですね、子供たちは一緒に料理を作って、椅子もあったりするので、そういったところでお父さんお母さんに料理を振る舞ったりする姿もよく、見かけられます。このたくさん、こっちも実はあるので見ていただけたらなと思います。
的ゲームフェスを行っています。頭のスポーツということで、いつもより知的遊具、頭を使った遊び道具を揃えています。実際にこちら映していただくと、グラグラワニさんがありまして、サイコロで出た移動を乗っけて遊ぶことができて、親子でどっちが崩さないかなーすることもできるので、ゆらゆらしますよ、気をつけてね、こういったこともできるので、いつもより多くあるのでね、じっくりね、頭使って遊ぶこともできます。はい、じゃあこちら男の子大好きエリアですね。コメント届いてます。はい、外から見ているけれど中がこんなに広いとは。ありがとうございます。まだまだね、いっぱいエリア紹介するので、こちらだけじゃなくてこんないっぱいたくさんあるので、ぜひ実際に来ていただけたらだね、お越しお待ちしております。こういったミニカーもあるので、男の子たちがこういったで、なかなか家では集中してできなかったりするんですけど、こういったエリアだからこそ集中して遊ぶこともできますね。はい、ガンちゃんありますよ。走っていっちゃいましたね。はい、じゃあこっちです。マグネットウォールのエリアに行きたいと思います。たくさん、どうですか、見てください。はい、ハロウィンもあって、キロキロって文字を作ったり、カニさんだったりですね。はい、こちらの遊具の説明をはるかお姉さんにしていただきたいと思います。お願いします。はい、マグフォーマーですね。こちらはこうやって磁石があると、こうやってカチッカチッとくっつきます。こちらがだいたい3歳前後が対象になりますね。で、このように磁石はくっつくんですが、この磁石は表面でも裏面でもどちらでもくっつきます。中の磁石がくるくるっと回転するので、展開図を作ってもらうとすごく綺麗に作れるんですよ。そして今後ろでゆうじお兄さんが、はい、ちょっと今作っていますね。作ってます。見えますか皆さん。見えるかな。でもゆうじお兄さんが作っている間にちょこっとご紹介しますね。こちらのマグフォーマーのディスカバリーボックスですね。こちらが、このボックスが付いてるタイプです。こちらは一緒に中に見えるかな、タイヤと火が入っております。こちらがあることで、お子様がお家作りたいなとか車作りたいなという時に、これがあればいっぺんに作れますよ。ぜひよかったら皆さん見てみてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ルビーさん、マグネットのやつすごい、うちの子たちも大好きです。あ、嬉しい、ありがとうございます。ぜひぜひ。はい、キドキドはですね、結構大量にマグネットを置いてるので、なかなかご自宅とかでできないですね、遊びだったり作品を作ることもできますし、こうマグネットボールがあることによって、なかなか平面とかでもね、つけて遊ぶこともできるので、ね、より楽しんでいただけるかなと思います。はい、じゃあゆうじお姉さん大丈夫ですか。はい、こちら見てみてくださいね。ゆうじさんがちゃんと作った、皆さん何になると思いますかこれ。わかる人いるかな。コメントでもしわかるよと友達いたら、何だろう、教えてくださいね。出せますかね。実際に持ち上げてみますか。はい、じゃあみーさんがいきたいと思います。せーの、3、2、1、ガタ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 、じゃ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 。はい、こんなように平面から立体にすることもできますよね、はるかお姉さん。はい、はい、で皆さん、これはボールです。ということは、ボールはキャッチボールができますね。これ実はキャッチボールできるんですよ。したいと思います。おお、これ力加減気をつけないと潰れちゃうので気をつけてください。いきます、せーの、はい、よしできました。そしてこちらのボールですね、いきます、皆さん見てくださいね。これトランスフォームと言いまして変身します。じゃあお兄さん、ちょっと変身させたいと思います。お願いします。ガチャガチャガチャ、上のプチも取っちゃいます。よいしょ、見てね、何できるかな。お、はい、じゃあこのパーツを反対にしちゃいますね。はい、取ったパーツを、みんな落ちない人できるかな、ね、これガタンって上に上げて、近くできました、上に上げます。で最後残ったこの三角のパーツを上に乗せることによって、じゃ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 ーん、できました。どうですか。できました、そっちに変身でーす。ねえ、こんな感じでマグホーンはいろんなものが作れます。よかったらキドキドに来て
で、こんな大きいものも作れたり、そうですね、大きなものも作れますからね、大きいものも作れますので、皆さんよかったらぜひぜひここに来てやってみてくださいね。はい、ありがとうございます。コメントとかありますか？大丈夫そうですか？そしたら、はい、今ですね、ご紹介いただいた、春子姉さん、ちょっとディスカバリーブックまで持ってもらっていいですか？はい、そして今ご案内していただいた、こちらディスカバリーブックですね、はい、画面左下のカードボタンをクリックしてみてください。ポチッと、大丈夫ですか？また、遊び道具は広々で実際に体験いただけますので、ぜひぜひ、いらっしゃった際は遊んでいってください。でねはい、ありがとうございます。はい、ゆうじょうにさん、どこだどこだ。はい、こちらです。ゆうじょうにさんです。さあ、今度は皆さんお待ちかね、アクティブエリアに移動していきたいと思います。楽しそうですね。どうですか皆さん、こう広くですね、作られていることによって大きく体全身使って遊べてきます。また今こちらアクティブオーシャン、こちらが海をイメージして作られているので、子供たちが全身使って大きな動きを使ったり、バランスの遊びをしたりすることもできますね。はい、そしたらあっちに気になるエリアがあると思うので、一緒に行っていきたいと思います。はい、ぜひお願いします。何が見えるかな、見てください。こういったブロックが実は今くどきどりはあって、こういったロボットですね、ロボットも作ることできます。で、結構パーツも軽いので、子供たちが持って作ることもできますし、うんうん、お父さんお母さんが一緒に作って、高さを出したりして遊ぶこともできますし、こういったコースとかですね、はい、チャレンジコースを作って、落ちないように。登れるんですね。それが優秀で、そこは危なくないです。おー、どうしようかな、ちょっとやめときます。はい、そういう感じでこうコースをですね、遊ぶこともできます。はい、ちょっと行きますかね。はい、コメント届いてます。はい、欲しいって言ってます。欲しい。欲しい。あ、大きいのもあれだ。あ、うまく持って、あれです。これも売ってる商品なので、ショップのお姉さんとかにお声掛けいただいたり、お兄さんにも全然行っていただけたら大丈夫です。はい、いつでもどうぞ。はい、ありがとうございます。はい。はい、こちらですね。大きなボールプールのご紹介をしていきたいと思います。見えるかな？見えますか？青いですね。はい、青一色のボールプールですが、イラストにはクジラさんがいるので、ね、ダイナミック、子供たちも藤田さんみたいに大きく泳いで遊んでもらうこともできますし、お父さんお母さんも入ってもらえるエリアなので、一緒に泳ぎを体験したり、全身で使ってですね、遊ぶこともできます。中でもやっぱ大人気エリアですね、ここが、ブランコになっているので、ブランコですね。はい、子供が5名ぐらい一緒に遊ぶことができます。何キロぐらいまで乗れるんですか？250キロです。押して、お父さんお母さんに押していただいてるんですが、こういってなかなか室内遊びのブランコないので、一緒に遊んで楽しんでもらえたりします。はい、あとはこういった靴は、はい、得点板があるので、そこに親子で一緒にボールを投げて、投げてもらったりして遊ぶこともできるので、ボールプールの中でもすごい遊びのきっかけだったり、遊ぶことができますね。はい、そしたら、今度はあっちのエリア紹介していきたいと思いますよ。お気をつけくださいね。気になってる方も多いと思いますが、なんじゃこりゃって感じですよ。え、まん丸ですね。はい、こちらですね、書いてある通り回転遊具なんですけれど、こちらがお父さんお母さん、こういった外で回してもらって、子供たちが乗って回転することができます。なかなか外だとこう、回転遊具が今なくなっちゃってると思うんですが、こういった室内遊び場だからこそ安心してお遊びすることができます。ぐる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 。はい、お兄さん、コメント届けます。はい。今乗ってるスーパーノヴァですね。これは絶対欲しいっていう。あ、絶対欲しい。はい、ありがとうございます。なかなかね、ないのでね、お家とかでも大変だと思うんですけど、はい、ぜひぜひ、ね、東京ベッキーいただけたら無料でできるので、遊び放題なので、ぜひぜひ、子供たちが10人乗っても全然大丈夫です。
もちろんお父さんお母さんも乗れるので一緒に乗っていただきながら遊ぶこともできます。はい、続いてこっちのエリアに行きたいと思いますよ。何かな、あ、見えますか。はい、見えます、まん丸ですね。はい、こちらがサイバーホイールですね。こちらも同じく回転遊具なんですが、先ほどのスーパーウノボと違って縦方向の回転方向、あの運動ができるので、実際にお兄さん乗っていきたいと思います。はい、中乗ったら、ね、赤ちゃんでも大丈夫です。ハイハイの練習とかでもハイハイして前に進むことができますよ。できるお友達をこう立ちながらこう前に進むこともできたりね、下にボールがあることによって、ね、自分の位置を見失わずに遊ぶこともできます。はい、じゃあ乗ってもらっても大丈夫です。はい、じゃあ最後にこちらのトランポリンエリアに行きたいと思います。トランポリン、トランポリンというものですね、すごい、なんでしょう、皆さん一番気になったじゃないですかね、これ何だろう。はい、トランポリンは実は今、はい、東京ベイ店を2つ出してるんですが、まずこのオレンジ色の方のトランポリン、友情兄さんが乗っていきたいと思います。はい、よし、どうですか。こうやって空気をね、常に入れてることによって空気の抵抗を使いながら全身ですね、ダイナミックな動きをすることができます。どうですかね。はい、ジャンプはもちろんですが、走ったり、それこそ赤ちゃんのお友達はハイハイの練習ですね、ハイハイをしてもらったり、それこそ歩く練習とかすることできます。で、下が柔らかいので転んじゃったとしても怪我することがないので、お父さんお母さんも安心してお子様と遊ぶことができます。またこのセンターにラインがあるので、子供たちがもう入ったら真っ先に走りたくなるような作りになってます。ジャンプをしていきたいと思いますが、あ、じゃあ、ゆうじょうにさんに何ジャンプしてもらったので、何がいいですか。カエルさんにしてもらったので、カエルさん、はい、カエルのジャンプです。ゲロ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 、そして次は何がいい、ウサギさん、はい、ウサギさんですね。見えますか、見えるかな。はい、お兄さんもよくこう動物の真似っこしながらジャンプをしているので、ぜひ初めて来た方もプレイリーダーがいるのでお声掛けいただけたらと思います。はい、次は、はい、続いてこっちにも実はトランポリンがあります。みんな見えるかな、青いトランポリンです。見えますか。どうですか。はい、こっちは空気を常に入れてるんですが、こっち一回空気入れっぱなしで大丈夫です。こっちも同じトランポリンですが、どうでしょう、はるか姉さんが実際飛んでみますが、どうですか、違い分かりますか。こっちの方がですね、硬いのですごくジャンプに力があります。全身を使わないとジャンプができないので、結構お父さんお母さんでもジャンプするの一苦労でございます。さあ、コメント届いてます。はい、転んでも大丈夫です。なので転ぶ練習じゃないですけど、そういった方で利用される方もいらっしゃいます。大丈夫です、怪我とかもないです。はい、ありがとうございます、コメントをいただきまして。はい、もうまた嬉しいコメント入ってます。ありがとうございます。ライブ配信待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかね、砂遊びを探してる方も多いと思うんですが、ぜひぜひですね、こういった広木戸ではで、こういった中で映すこともなかなかしてこなかったので、見ていただきながら、よかったらぜひ実際に遊びに来ていただくと助かります。来てねー。大人も遊びまーす。はい、はい、ちょっと続きでしたね。はい、はい、なので、こっちの方が走りやすくなってます。実際に市街遊具を使って遊ぶことができるので、さっきちょっと紹介したブロックを置いてます。こうやって、ジャンプ、あ、すごい、ジャンプすることができるので、お、すごい、はい、子供によって難易度を、ね、変えて遊ぶことができるので、はい、私たちも常にいろんな遊び方を提案させていただいてます。運
運動会とかいいですよね、これは。あ、そうですね、ちょうど運動会の時期なので、うん、かけっこの練習したいから遊びに来ましたってお友達もいらっしゃってくれてます。はい、はい、よしさん、もう一個ぐらいありますか。うさぎ飛びで、うさぎ飛び、うさぎ飛び、なんかうさぎ飛び、あ、すごいすごい、ゆうじょうさん、いいですね。はい、戻ってきてくれます、うさぎで、うさぎ飛びでーす。はい、ありがとうございます。皆さんもできそうですかね、ぜひチャレンジしてみてくださいね。はいはい、こちらもできるので、はいはい、安心してお遊びすることができると思います。そうですね、こちらの方がおそらくあると地面に近い感覚になりますので、どちらも乗り比べてみてくださいね。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントとかあれば、はい、はい、リクエストも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実は遊具とかも時々変えてるので、今はこのトランポリンですけど、また来た時には違った遊具になったりすることもあるので、また違いを楽しんでいただけたらと思います。あとまだ話してます。ありがとうございます。皆さんから子供とやったら楽しそう。お、でも筋肉痛すごく。そうですね、はいはい、もちろん勉強兄さんはすごいダイナミックにやったんですけど、常に私たちプレイリーダーが中にもおりますので、一緒に遊びの提案しながら、もうお父さんお母さんも一緒に楽しんでいただけると思います。はい、はい、ありがとうございます。コメントいただきまして、ありがとうございます。はい、他に何かあった、何かありますか、他コメント質問とあれば、はい、ありますかね。ガンガンぜひぜひお待ちしたいと思います。はい、ぜひぜひ。あ、そうですね、体操とかで、新体操する方とかですね、体操選手も実際体育館に引いて、で側転したりとか、でんぐり返しとした、したりとかですね、してるので、それこそ3、4歳のでんぐり返しを覚えたてのお子様とかは、端から端まででんぐり返しして遊びに行ったりとか、お兄さんもそれを追いかけながらでんぐり返ししたりしてます。はい、コメント届きました。はい、お母さんから何歳からできますか。お、はい、はい、どちらとも0歳からで大丈夫です。ただちょっとエアトラックの方が高さがあるので、お子様を抱っこしながら初めはジャンプしてもらっても大丈夫ですし、まあ置いてもらってハイハイをしてもらっても大丈夫です。同じくこちらも0歳から、こちらの方が、ね、低いのでハイハイしやすくなっているので、お父さんお母さんを端に行ってお子様呼んでハイハイレースとかイベントも実施したりもしてますので、そういったので楽しんでもらえるので、0歳からで全然大丈夫です。はい、はい、はい、乗せましたら、はい、では、じゃあ、そしたら、ゆうじょうにさん、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただいてゆっくりで、こちらに行きたいと思います。はい、ね、はい、どうでしたか、いろいろ紹介しておりましたが、アクティブエリアもあるし、ディスカバリーターン、赤ちゃん専用スペースもあることで、本当に0歳から12歳までの対象なんですけれど、幅広く遊ぶことができます。はい、そろそろですね、終盤に近づいてきたので、今日ご紹介したアイテムをおさらいしたいと思います。はい、ゆうじお兄さんとはるこさん、大丈夫そうですか。はい、お願いします。はい、今日ご紹介しましたのはアンビトイベビーケースセットでございます。こちらのこの6ブロックをご紹介しました。他にもたくさん入ってますので、ぜひララポート東京ベイ店に来た際には遊んでみてくださいね。はい、もう一つは、はい、ね、はい、はい、はい、マグホーマーのディスカバリーボックスです。こちらもタイヤも木も入ってます。で、唯一このお片付けボックスがついてますので、ぜひお家でも楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このマグホーマー新商品も出たってお聞きしたんですけれど、そうです、16日、今月の9月の16日に新商品も出ましたので、また、お持ちの方も、お買い足しいただけますので、ぜひ、はい、ご覧ください。はい、コメント届いてます。はい、カラー展開もありますかっていうところです。カラー展開、どちらのかな、マグフォーマーかな、こちらかな、ファンビート、そうですね、こちらもの物によってはこちらの先ほどの鍵の容量が違ったりしますので、よかったら店頭にインストラクターに、お声かけいただければ、一緒に見てみますので、ぜひぜひお声かけください。はい、はい、ここね、はい、何かコメントなどありますか。ありますか。ありました。はい、
みちゃんさん、お姉さんたちはいつもいますかっていうメッセージが届いてます。そうですね、兄さんは常にいるように心がけています。特に土日とかはやっぱ多く出勤しているので、はい、よかったら土日とかにも遊びに来ていただけると助かります。はい、お姉さんも土日もだいたいいますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらですね、たくさん楽しい遊具を遊びながら体験できるキロキロの帰りに、ぜひお隣のショップにお姉さんたちですね、お兄さんたちに会いにぜひいらっしゃってください。来てください。ありがとうございます。お待ちしてます。お待ちしてます。ということで、あっという間の時間だったのですが、もう一度見たいという方、一部を見逃してしまった方は、今ご覧のサイトニーズショップでアーカイブ配信もありますので、お時間があるときにゆっくりご覧になってください。お願いします。お願いします。今後のライブ配信の予定もどんどん更新されていきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後に今後の配信のご案内です。明日9月29日木曜日20時からララポート東京ベイにておにぎりの配信を予定しております。明日もぜひお見逃しなく。その他の配信情報はニーズショップウェブサイトをご覧ください。見てね、ぜひぜひ見てください。はい、ではでは、今日はありがとうございます。今日ライブ配信初めてでしたが、お二人どうでしたか？はい、遊び場がですね、結構広いスペースなので、ちょっと30分の枠だと結構なかなかご紹介できなかったことがあると思うので、ちょっとね、来て実際に来てみたいなと思うお友達はぜひ、お越しいただけたらなと思ってます。また当店ブログとかもしてますので、実際に混雑状況だったりイベントとかも開催してます。そういったのを知りたいよと友達はよかったらブログを見ていただけたらと思っております。はい、ありがとうございます。はるこお姉さんもちょっと緊張しちゃいましたが、ちょっと楽しくできたのですごく嬉しかったです。ありがとうございます。ショップの方もぜひぜひブログも更新してますので見てみてくださいね。ありがとうございます。はい、ではそろそろお別れの時間となりました。楽しい。ありがとうございます。もしあの告知あれば最後。はい、かしこまりました。はい、先ほど、はい、お伝えしたんですが、はい、遊び場キドキドですね。料金プランこんな感じになってます。通常の時間制もそうですし、フリーパスも販売しているので、本当に一日ゆったり遊びたいなっていうご家族さんいらっしゃったらお遊びすることもできますし、休日料金ちょっと変わるんですが、休日もワンデーパス販売しているので、お父さんと、遊びに来たよと友達とかご家族で利用したよと方も休日よかったら、販売しているので来ていただけたらなと思っております。はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいね。ぜひ遊びに来ていただけたら、本当にあの初めての方でも優しくスタッフもおりまして、ご案内させていただくことが多いので、よかったら本当に気が、いつでもお待ちしていますので、よかったらご利用ください。はい、ではそれでは本日は皆様ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。ぜひ来てくださいね。お待ちしてます。